今日はめったに見れない、はい、世界一の DJ テクニック講座を開いていただく、はい、ということですね。いやもう見せれるものは見せさせてもらいます。あのまずは最初はスクラッチから。そうですね、代表的な DJ のまあよくジュグジュグとか言われるんですけど、はい、そういうジュグジュグいわゆるスクラッチを、はい、普通にまあ本当に初歩的なのかでいくと、はい、こうっていうまあ普通にデグデグイエーっていうのから、はい、デグデグイエーからすいません、なんか低いところになっちゃって、はい、すごいですよね。それで、まあ微妙な音がどんどんこうこっちを、はい、これだと音が出ないんですけど、はい、これをこっちにすると左が出て、こっちにすると右が出るんですよ。はい、これがボリュームですね。はい、でこっちにするとこれは出ない。こういうっていう感じで音を出して、あ、はい、まあやってるわけなんですけど、これはもうもちろんボリューム、はい、これがスクラッチで、はい、まあ、ちょっと難しくなると、はい、こっちをこうカニの手のように、え、はい、カニの手、カニの手のように、カニがこうなんか足がこう動いてるみたいですね。それみたいな動きだからこれクラブスクラッチって一応呼ばれていて、はいはい、あ、カニのクラブ、カニのクラブですね。なるほどなるほど。でこっちはこれだけの動きがこっちが入ると、はい、っていう風に3連になってる、音が切れる3連になるわけです。スクラッチの次に代表的なのがいわゆるジャグリング、ビートジャグリングとか2枚使いって呼ばれてる、同じビートのレコード左右同じ2枚使って、はい、そのビートを自分でこう崩していく、変えちゃうっていう、それが教えてもらいたい、はい、それで、まあ、これマーキングっていっていろいろ、はい、ヘッドホンいらずでこれをこう置いちゃうと、はい、ここで溝に乗るようになってるんですね。乗っても出したいとかドーンが出せるっていう、はい、じゃあ歌出しの部分ドラムだけをループさせてみます、はい、だんだん間を詰めていく。でこれのちょっと難しいバージョンが、はい、こういうのがちょっと倍速になって、まあ、ドラムベースっぽいリズムになるのがあるんですけど、はい、あ、お、使ってましたよね。でもこっちド一発しか使ってなかったじゃないですか。ね、説明するとドタドタじゃないですか。うん、これをちょっとせドタ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 、こっちをゆっくりやるとでこっちが、あ、はいはい、でこっちを、なるほど、っていうのをたまにドを1個ぐらい入れるとおお、ちょっとこう。間が入ります。なんかまたちょっとね気持ちよくなる感じ。ボディートリックっていう、いわゆるこう2枚使いの途中に、はい、こういろいろこう足の下くぐらしたりこうやったり、はい、っていうのをじゃちょっとジャグリングを混ぜながらやろうと思うんですけど、はい、テープを貼ってるんですけど、こういう風に、はい、これはもう本当に図画工作みたいな世界なんですけど、はい、ちょっと聞いてみると、はいはい、っていうこの、はい、紙のノイズが聞こえて、はい、これをこの高音とか低音のイコライザーって呼ばれる、はい、ここをいじると、はい、
感じでこう音が始められるこれは発明のなんかこう勝利って感じですね。これ溝使ってないですもんね。使ってないですよ ね、 真ん中ですもんね。ここには何入ってるんですか。こっちも伸びてる。これギターの音がビーって入ってるレ、はいはい、コードなんですけど、はい、それでこれもこれで、ね、すごいですね。さっきやってたやつなんですけど、このテープの幅っていうのもじゃあ試行錯誤、試行錯誤ですね。そうですね。最初はもうなんか郵便局のマークみたいに買ってみたりしてそしたらちょっとわけわかんない音になっちゃったから、あ、そう、放射状に楽器やった方が早いっすよこれ。そうですねすごい大変そうですもん。そう、トーンっていうのはっていう、こういわゆるビーっていう、はいはい、同じビーっていうのがひたすらこれ入ってるレコードなんですけど、はい、これをピッチを使うとっていうよりこう速さを変える、これ機械なんですけど、はい、機械というか、はい、この部分が、はいはい、でそれを変えてこうでこう回転数を変えて、うん、速くして音程を変えてるんですけど、うん、でこれを使ってなんかこうやるとしたら、